ベジカ、外交官。1909年1月から3月まで、第39代アメリカ合衆国国務長官を務めた。1860年7月5日、ベーコンは、マサチューセッツ州ジャマイカプレーンにおいて、ウィリアム B ・ベーコンとエミリー・シーローの息子として誕生した。ベーコンは1880年に、ハーバード大学を卒業した。ベーコンは、大学卒業後に、 世界一周旅行をした。1883年10月10日、ベーコンはマーサオルドロン・カウディンと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。1881年、ベーコンはボストンのリー・ヒギンソン社に就職し、企業生活を開始した。ベーコンは1883年から1894年まで、ボストンのイーロリンズ・モース・ブラザー社で幹部を務めた後、 1894年にニューヨークの JP モルガン社で共同経営者の一人となった。ベーコンは1901年の US スチール社設立及び1904年のローザン証券社設立に関与した。ベーコンは JP モルガンにおいて右腕として活躍し、特に投資銀行業務に貢献した。ベーコンは1903年に JP モルガンを退き、政府用益に就いた。 1905年9月5日、ベーコンは国務長官エリフルートから賞賛を受け国務次官補に指名された。ベーコンは1909年1月27日まで国務次官補を務め、1906年に国務長官エリフルートが南アメリカ諸国を歴訪した際には国務長官の職務を代行した。1909年1月27日、ベーコンは セオドア・ルーズベルト大統領によって国務長官に任命された。ベーコンはルーズベルト大統領の任期満了となる1909年3月5日まで同職を務めた。ベーコンは国務長官としてコロンビア及びパナマと締結したパナマ運河に関する一連の条約について上院の助言と承認を獲得した。国務長官退任後、 ベーコンは1909年から1912年まで中仏大使を務めた。1912年、ベーコンはハーバード大学において特別研究員となった。1913年、ベーコンはカーネギー国際平和基金の要請により南アメリカ諸国を歴訪した。1914年8月、ベーコンは合衆国の救急業務を支援するためフランスを訪問した。 1915年、ベーコンは近隣ラテンアメリカ諸国との良好な関係に向けてを出版した。1917年、ベーコンはジョン・パーシング将軍の参謀役となり、少佐として任命を受けた。ベーコンは第一次世界大戦に合衆国が参戦して、以降、パーシング将軍を補佐し続けた。ベーコンは1918年に中佐に昇格し、 イギリスの連合国最高司令官総司令部で軍事施設長を務めた。1919年5月29日、ベーコンはニューヨーク州ニューヨークで死去した。ありがとうございます。